皆さんこんにちは。お久しぶりです。2週間ぐらい空いたと思いますけれども、吉本の仕事がバタついてたのは遥か遠い昔なんですが、そこから終わって息子のトニーくんがちょっとだけ鼻水を垂らして風邪ひいたなと思ったら、その倍ぐらいの勢いで私に移りまして、ちょっとだけ体調が終わっておりました。まあ、ちょっとだけです。移住したての時に喉がねもう全滅した時よりかは全然、家の市販のね、タイでゲットした喉のスプレーとか、試薬品で治ったんですけども、それなので久しぶりとなっております。今日はですね、回復したのでちょっと前から行きたかったところにお買い物に行きたいと思います。 BTS っていう電車があるんですけども、そこのサパンクワイ駅というのがあるんですが、そこから徒歩で行けるところに木の食器屋さんみたいなのがあるんですよ。で、そこでウェルカムボードを作ってもらえるという、ことをネットで見まして、そこに行きたいと思います。お店の名前はシンプルトゥシンプルという、もうめっちゃシンプルやんっていうところです。では行ってきます。サハンクワイ駅に到着しました。騒音がひどかったのでここからはナレーションでお送りします。電車で30分ほどかけて来ましたが、乗り換えもなく乗っているだけなので助かりました。日本ほど路線は少ないのであまり迷うことがありません。タイの人に日本の JR の路線図を見せたら、キャーと言うと思います。駅周辺はどんな街なのでしょうか。こんな街です。 BTS 周辺はあまり変わり映えしない作りだなと思います。でもここまで来ると日本人が少ない印象です。マップによると駅徒歩2分ぐらいで着くはずなので探します。1本の路地に入ったところで見つけました。ひときわ光り輝く白い看板、前に大きな車が止まりすぎているにもかかわらずその輝きは変わりません。いよいよご対面です。閉まっていました。ソーリークローズ、すいません、閉店中です。ええ、今日だけ休日なのかと思いきや段ボールなどいろいろ散らばっているので多分改装中。閉まってた閉まってた、はるばる来たけど閉まってた。あれ、なんかネットには空いているという情報、営業中やったんですけど、バリバリ。うわー、マジか。すごい遠いところに来ちゃったよ。気を取り直して、お腹が減ったので近くでランチできるところを探します。 Google マップでは営業中と書いていたのでその通りに来ましたが、クローズでした。電話で事前に確認すればいいと思うかもしれませんが、タイ語も英語もままならぬ私は電話でとびきり緊張してしまうせいでパニックになり、何度かプツッと切ってしまった前科持ちなので電話は怖くてかけれません。それなら一か八かお店に足を運んだ方が得と考える人間です。ひときわ涼しそうなお店を発見しました。まだ暑いのでちょっとね、こう外でね、屋台で食べるのはもうちょっと涼しくなってからにしようかなと思います。多分割高やろうけど、ここにしよう。めちゃくちゃ綺麗な店内、撮影 OK だそうなので動画を撮らせてもらってます。ここはね、日本とタイのミックスメニューだそうです。なのでこういう
もう日本でもありそうなものがずらりと並んでいます。もう納豆やからミックスどころか日本です。はい、こっちはちょっとタイっぽい、茶タイっぽいですね。生のこのもやしを乗せるあたりがパッタイとかに乗ってるので美味しそう。ちょっとね、やっぱローカルメニューではなく日本寄りなので高いです。このタイローカルの屋台とかで食べるのはこれぐらいの値段なんですけど、これとかね結構高いですね。まあでもここに入った理由はなんせ涼しそうだからということで、遠路はるばる来てお店が閉まっていた昇進の私にぴったりなお店です。タイ語教室に通ってタイ語を勉強しております。まず使えるタイ語を全部先生に教えてもらいました。成長はめちゃくちゃだと思いますが、とにかく使わないことには始まらないと思い、かなり使いまくっております。言葉を恥ずかしい。住んでいるところは日本人街なので、なかなかこう店員さんもタイ人の方でも日本語がペラペラなので、ちょっとね習ったタイ語を使っても、あ、わかりましたとか、いらっしゃいませとか日本語で返ってくるので、こういうね、ちょっと日本人街から離れたところに来ると、もうタイ語しか通じないとかもあるみたいなので、次ね、引っ越すとしたらもう少しローカルのところに引っ越して、タイ人の方と交流を持てたらなとは、考えております。リンチって前動画で食べた果物のジュースがありました。リンチ、ライチ、ライチですね、ライチソーダ。あ、来た。うわー、美味しそう。カプカー来ました。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそうです。ご飯は日本米やな。お付け合わせ最高。お箸もあります。お箸置きも可愛いね。いただきます。タイはね、いただきますがないそうです。いただきます、ごちそうさまがないらしいです。うわー、すごい、プルプル。なんかね、タイはこう器を持ち上げない方がいいそうです。日本料理食べてる時はそこら辺どうなんやろうと思いますけど、細長いっていうね、氷が細長いんです。これ結構どこ行っても細長い。どういう容器に入れて凍らしてるんだろう、見てみたいな。
腹いっぱい。おー、涼しいところのご飯は本当にオアシスですね。今回は残念でしたが、もしお店がクローズしてなかったら、あの素晴らしく美味しいお店に巡り合わなかったかもしれないので、これはこれで良しとし、いい日だなと思うことにしました。ということで、エレベーターの中からさようなら。